大阪市立東中学校は、大阪府大阪市中央区大手前にある公立、中学校。都心部の人口の減少により、当時の東区にあった大阪市立東中学校と、大阪市立船場中学校の2校を統合して、1988年に、東区大手前に新設した。なお、旧東中学校と、現、東中学校は同名だが、旧 東中学校は、船場中学校と対等統合して並行し、新たに現在の東中学校を設置した形になっている。旧、大阪市立東中学校の跡地は、大阪市立中央高等学校となっている。また旧、船場中学校の跡地は1992年11月、旧関西電力大木町営業所跡地との土地交換で、関西電力所有となり、 その後1 0 0 7年1月に高層マンションが完成した。1947年の学生改革により、当時の東区に大阪市立東第一中学校が設置された。東第一中学校は旧北大江国民学校跡を転用する形で設置し、当時の東区全域を校区とした。大阪市立中学校の名称は、学生改革直後は、 行政区名番号の歌唱で出発した。しかし、中学校名に番号ではなく地名などを取り入れた名称へと変更する方針が出された。これに伴い東第一中学校は1949年に大阪市立東中学校へと改称した。また1949年には東中学校の文教場を戦災で廃校となった。 旧中大高等国民学校跡に設置した。分け教場は1950年に独立校となり、大阪市立船場中学校となった。現、大阪市立東中学校級、大阪市立東中学校級、大阪市立船場中学校。ありがとうございます。